先生、西洋占星術におけるハードアスペクトと惑星の公転周期の関係について教えていただけますか？もちろん。ハードアスペクトと惑星の公転周期は密接に関連しているんだ。まず、ハードアスペクトについて説明しよう。ハードアスペクトというのは、惑星同士の角度のことですよね。そうだね。主なハードアスペクトには、コンジャンクション、スクエア、オポジションがある。これらのアスペクトは惑星の公転周期と深く関わっているんだ。公転周期との関係というのはどういうことなのでしょうか？例えば土星の公転周期は約 29.5 年、火星は約2年だ。これらの惑星型の惑星とハードアスペクトを形成するタイミングはこの公転周期に基づいて予測できるんだ。なるほど。でもなぜ土星と火星が特に重要なのですか？良い質問だね。土星と火星は伝統的にマレフィクスと呼ばれる。これは不吉な影響を持つとされる惑星という意味だ。マレフィクスなんてちょっと怖い響きですね。確かにそう聞こえるかもしれないね。でも実はこれらの惑星が形成するハードアスペクトは個人の成長にとって重要な意味を持つんだ。え、不吉なのに重要なんですか？そう。ハードアスペクトは確かに困難や葛藤をもたらす可能性があるけど、同時に成長の機会も与えてくれるんだ。例えるなら筋トレのようなものかな。筋トレですか？どういう意味ですか？筋トレは一時的には筋肉を痛めるけど、それを乗り越えることで筋肉が強くなる。同じようにハードアスペクトは一時的な困難をもたらすかもしれないが、それを乗り越えることで個人が成長するチャンスになるんだ。なるほど。ではマレフィクスがハードアスペクトを形成するタイミングは特に重要なんですね。その通り。そういった時期には深刻な障害が生じる可能性もあるけど、同時に大きな変化や成長のチャンスでもあるんだ。具体的にはどんなことが起こりうるのですか？例えば仕事や人間関係で大きな試練に直面したり、長年抱えてきた問題と向き合わざるを得なくなったりするかもしれない。でもそれを乗り越えることで大きく成長できる可能性があるんだ。なるほど。でもそういった困難な時期がいつ来るのか前もって分かった方がいいですよね。その通りだ。だからこそ惑星の公転周期を理解することが重要なんだ。それによってマレフィクスがハードアスペクトを形成するタイミングを予測できるからね。公転周期を知れば困難な時期に備えられるということですね。そうだね。ただし最近の心理占星術ではこれらの時期を単にいつとは捉えていないんだ。むしろ成長途上の緊張として解釈する傾向があるよ。心理占星術って何ですか？心理占星術は占星術を心理学的な観点から解釈するアプローチだ。ここではハードアスペクトを個人の成長と発展のための重要な機会として捉えるんだ。つまりマレフィクスによるハードアスペクトは怖がるものではなく、むしろ成長のチャンスとして捉えるべきなんですね。その通りだ。確かに挑戦的な時期かもしれないけど、それを乗り越えることで大きな成長が得られる可能性があるんだ。なんだか少し希望が持てました。占星術って単に運勢を占うだけじゃないんですね。そうだね。占星術は自己理解や個人の成長のツールとしても活用できるんだ。マレフィクスのハードアスペクトを理解することで人生の挑戦に対してより前向きに取り組めるようになるかもしれないよ。ありがとうございます。占星術の奥深さが少し分かった気がします。もっと学んでみたいです。